後輩とはだけ狙ってみた。本日は高配当だけ3桁配当、はい、満州って言われるやつですね。いわゆる、はい、例えば10倍のやつ1000円買ったら1万円になるじゃないですか、うんうん、それを満州ってやっぱ言う方もいるんですけど、それって満州って言わなくて、配当で1万円以上つくやつを満州券って言うんですよね。私まだ1回も満州取ったことないんですよ、うんうん、こんなにやってるのに。ピーちゃんありましたよね。はい、あれ満州チャンネル、なんだこら、なんだこら、なんだこら、よっしゃ、これはい、当たり、すごい、当たってんの、ママつくよ、3人は200円しかかけてない、やばい、やばい、200円4が売れてないですよ、4が売れてない、え、そうなんですか、4が無印だったんですよ。3人はいくら、マーシュ行った、まあまあでしょ、3人は4だったらね、で、3人兄さんは売れてたけど、3人4が売れてない、4が200円ですよ、200円でも、いくらつく、配当は、でも、でも、でも、何千円、1万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 、やばー、マンシュ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 取った、1万1130円マンシュ、すごい、すごい、えぐいて、マンシュ取ったことないよ、これを200円、はい、ということで2万2000円になりました。やばい、でもみかんちゃんのオッズが重要になってくるね、そういうことです。まあいっぱいかけるっていうよりは広くマンシュを狙っていこうみたいな、うん、やめてって、俺光まで刺してんだもん、絶対マンシュよこれ、絶対当たんじゃん、入ってきた全部かわいい、すごい、シール、怖っ、なんかあれそうだなって思うレースをもう好きにガンガン行ってください。行きましょう、行きましょう、レッツゴー、セミナイ5レースやって、やっぱ満州1個でも取ればね、全然プラスやし。みかんちゃんは何からだっけ、みかんちゃんはこっちだね、みかんちゃんは5、6が全部頭で、うん、まあまあ攻めたね、12秒進の回転となっています。さあ、インコース2コースは少し深め、深いよ、よく前付けいってるよ、カードで第7レース、1番、2番、2番、3番、4番、5番、まもなくスタート、どうしちゃう、1秒遅れてる、さあ、スリットはセンターから2号艇の中島、インコースの1号艇と両者が出ていきます。まずは逃げる1号艇の小沢をバックに出して、2号艇と2号艇、3号艇で後方が、うわなんでそこ使うの、さあ、ですが、わずかにバックに出して2号艇の中島智和上がってまいりました。1点進から2点進で1号艇の小沢、その直後に6号艇で、あとは3、5、4となっています。なおスタートは正常でした。第2弾マーク、まずトップが2号艇の中島智和、そして2番手の6号艇はさばいて、1号艇の小沢が真ん中から2番手をキープしていまして、3番手は6号艇、外から3号艇接近となって2周目とあります。先頭をまくり出した2号艇の中島、2番手は1号艇の小沢、後方3番手の隅には6番、3番、両者接戦となっています。2周目で出したマーカー、先頭2号艇、2番手1号艇で、3番手6号艇の外から全速で3号艇のオーバーヒルとか、さあ2、1、3、3から3号艇のオーバーとなっています。先頭2番ゴールイン、1番ゴールイン、3番ゴールイン、え、キル進入変わってるよ、5、1、2、3、6、4、おもろいんちゃう、むずそう、4が女子選手で、でも1絡みで売れそうやけど、全然外れることありそうだけどな、うん、点数で取るだけで行くだけ行ってみたいな、うん、さあ、綺麗な流れです。4号停止、再アウト6号停止、2人とも3頭とか、スタイルは1対2対3頭とか、2頭半頭ですね、うん、企画レースの2つ目、いい狙いだと、3第7競争、進入体系はインコースから、うん、5番、1番、2番、3いってんじゃない、ほら、スタートいたしました、ほら、ええー、あるんじゃないこれ、くるんじゃない、3号艇がまくっていこうかという体勢、さらに外に切っていった6号艇、チアノから今度は4号艇、ダメ、3、
36。待って、36。2、36、2。2番手追走は外をディランマクリッタル構成から3番手追走は2手、4号艇、1号艇この2人置かれたのは5号艇、スキューと2号艇の8番手。364の中にない？から2マークの旋回スタートは前提正常。3、4、2、3、6、2、3、5、6しかない。6番の体勢、その後3番手争いはうち1号艇のアウト4号艇の石井。上の体勢でありますが、わずかながら3番、6番。いやでもマージじゃないんじゃないかな、そんだけないってことは。アウト4号艇の石井、後方2番、5番という体勢、レースの焦点は完全に3番手争いという感じになっています。いやいや三六三号艇の杉山に二号艇の池田そこに見つけた四号艇の石広美わずかに四番手に交代いたしまして、ここで三番手四番手の手が二にも届いてないよ。87が下がってる、下がってる。続きましょう。ネクストコナンズヒー丸亀八。うわしかしまだ4号艇も食いつかって最終周回は4号1だったテーマもなくゴールうわー惜しかったこれ4番ゴール買ってきましたけど、ミガちゃんこれマーシュなりますミガちゃんこれマーシュなります。私の買い目を発表します。142,000円、123,000円、412,000円、全部人気トップ10です、うん、ガチガチのレースなんでガチガチに貸してもらおうかな。裏切ってきちゃった。いいじゃないですか、別にお金欲しいんだもんこれは当たるな、絶対。これは応援できん、絶対来るでしょ。応援できん。これでさ、これでさ、本当にマンシューの方当たったのも絶対来てほしい。日頃の行いですね。ピーちゃんは素直に言ってくれたんですよね。はい、知らなかったんでね、教えてみないみたいな絶対応援する。絶対応援するよ。応援して、絶対応援する。あれろ、絶対あれろ。レース一般競争進入固定行け。4、2、これ一番安いけどね。4は行ってる。ちゃんと行かんと困るけんね。いや、4が行き過ぎたんじゃない。4頭もあります。ほら4頭もあります。私412412。いやあーと、いや待って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 、2頭は困るよ。2じゃない、2じゃない、1ない、1、2、5。私が恥ずかしいじゃないの。125あ、1、2、5は、ね、1、2、5は21番です。5点ぐらい。でも5なんだね。21マーク、先頭は1号艇小林、2番手2号艇山崎に、外前は5号艇原村、内側からは4号艇3号艇が旋回。頑張れる。なるな。1号艇1番、2番、5番、先頭1番小林五輪、2着2番山崎五輪、3着5番原村五輪。逃げたね。ガチガチ。チャンネル登録お願いします。ということで、いろいろ買ってきたんですが、チキンが集めました。坊主坊主でした。難しかった。まあ、でも出てないもんね。マッシュ取る前にチキンがつきました。難しかった。ちょっとでもこれあれかもしれない、朝からずっと長回しで取る企画かもしれない。一日の生配信、生配信とかリベンジ2023。ダザイフにまず行こう。タンクトップで。なんで、うん、え、もしかして、お前やだということで今日はダメでした。はい、ごめんなさい。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。